鈴木茂次官文4年10月9日は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武士、西賀藤鈴木氏、水戸藩氏、西賀孫一と称する。慶長3年、鈴木茂友の子として誕生。父、茂友は、慶長11年に、江戸幕府より三千国で召し抱えられ、その後、水戸徳川家の徳川よりふさに仕えた。 しげつぐも三全国で、よりふさに仕え、げんな九年、かんえい三年、かんえい十一年のよりふさの上落の際にはいずれも、月きしたがった。男子がなかったため、よりふさの十一男しげよしを養子とした。かんぶん四年、死去した。墓は、上皇寺にある。関ヶ原の戦いの前哨戦である、伏見城の戦いにおいて、父、しげともが討ち取った。 鳥居元忠の甲冑と刀剣が茂津群に伝えられていた。茂津群は後に元忠のこの忠政にこれらを送った。忠政は非常に喜び泣いて拝礼したが、その後甲冑、刀剣を茂津群に返却し、久しぶりにて、暴風の形見の品々を手に入ったし、誠に喜ばしく存ずる。しかしこの品々は、貴餓の子孫に伝えて、 祖先の勲功を残されるがよろしいかと思われますると、好意を射した。それから毎年、ただまさは死者を使わし、死月ぐにこそげよよを送った。徳川よりふさも、このことを聞き、死者のある時期にはあらかじめ道々の橋を修理し、京王の支度を、再家宅に与えたという。また、鳥居元忠の四男でただまさの実定である、鳥居忠勝が分家して、三戸藩主として召し抱えられた。 共に大万党に任じられたため、し次と忠勝は、死重華を合わせた。関ヶ原では、敵味方に分かれて戦ったのに、各、見とけに手を使いし、重く扱われているのも何かのご縁でござりましょうと、語り合ったという、ありがとうございます。